夏をですね、乗り越えたらもう一安心だっていうふうに思ってる人すごく多いと思うんですけれども、それではですね、まだゴキブリマスターとは言えません。ゴキブリを語る上でですね、この秋の時期の戦い方っていうのがですね、すごく重要になるので、対処方法と合わせてですね、しっかり頭に入れておいてください。 で、秋っていうのはですね、どういう時期なのかっていうと、ゴキちゃんが卵を産む時期なんですね。要はですね、来年の夏の陣に向けて戦力を蓄える時期っていうのはことです。なので、秋はですね、卵を産ませないように、 対策っていうのをすることが大切です。秋はですね、人目につきにくいところで、スミカをですね、探し、で、卵を産み付けようとしているので、注意っていうのが必要なんですね。で、秋の時期にですね、しっかり対策をしておくことで、今後のですね、ゴキちゃんの発生を抑えることっていうのができます。で、秋になると、ゴキちゃんはですね、こう、越冬に向けて、スミカを探し、卵を産むので、卵を産ませないように、しっかり対策をしていかなければいけないんですね。 で、ゴキちゃんはですね、暗い場所や、あと狭い場所、あとあったかい場所っていうのを好む傾向にあるので、家具のですね、隙間や、あとシンクの下、あと植木鉢の下などの住みやすい、住み着きやすそうなですね、場所はこまめにですね、こう、掃除をして、寄り付かないようにしてください。あと、段ボールや、あと、新聞紙。 などのですね、紙類も、えっと、好む傾向っていうのがあるので、なので、置きっぱなしにせず、いらないものっていうのは、早急に処分をするようにしてください。そして、秋のゴキちゃん対策としては、訓練タイプのですね、駆除グッズっていうのがおすすめです。で、秋の時期っていうのはですね、それほど活発にはですね、動き回ってはいなくて、人目につきにくい場所でですね、隠れていることっていうのが多いので、なので、訓練タイプの駆除グッズっていうのを使って、部屋の隅々までですね、対策っていうのを行って、で、隠れているゴキブリっていうのもですね、 徹底的に退治をしていきましょう。あとですね、毒 A タイプの駆除グッズっていうのは、成虫のみならずですね、メスの持つ卵にも効果を発揮するので、毒 A タイプの駆除グッズっていうのも活用すると、より徹底した、えー、対策っていうのが行えます。秋を制するものはですね、ゴキブリ戦争っていうのを制しますので、なので、ここでですね、剪定を打って、で、ゴキちゃんの撲滅にですね、励んでみてください。そして最後、冬なんですけれども、ここではですね、あまりゴキちゃん自体を見かけることっていうのがない かなというふうに思うんですけれどもゴキちゃんっていうのはですね冬眠をしないのでなので冬の間もしっかりと対策を行わなければいけません冬を越すためにですね屋内のどこかにじっと潜んでいる可能性っていうのがあるのでその潜んでいるゴキちゃんに桜を見せないようにするためにですね活動が活発ではない冬の 間も適切なんですね。対処をしていってください。言うてもですね、ゴキちゃんは寒いところが苦手なので、冬はですね、熱を帯びて暖かい家電の裏や、あと段ボールの中などに潜んでいることっていうのが多いんですね。なので、潜んでいそうな場所はですね、定期的に清掃っていうのを行ったり、あとはですね、駆除剤っていうのを使って対策をするようにしてください。あと湿気の多い場所も好きなので、なので定期的にですね、換気を行うなどしてですね、湿気を溜め込まないようにしていくのがおすすめです。 それと、これはですね、ゴキちゃんに限った話ではないんですけれども、餌となりそうなんですね、生ゴムや、あと、ホコリなどがたまらないように、日頃からですね、清潔な空間作りっていうのを心がけることっていうのも大切です。秋同様にですね、冬も活発には行動しなくて、人目のつかない場所に隠れていることっていうのが多いので、訓練タイプのですね、駆除グッズっていうのを使って、部屋の隅々まで対策をしていってください。家電のですね、裏などゴキちゃんがですね、住みつきやすそうな場所にはですね、置くだけタイプの駆除。 グッズっていうのをこう設置をしていって、で、冬の幼虫の段階でしっかりと対処をしておけば、成虫にですね、成長する心配っていうのもなくて、安心してですね、春を迎えられます。 まとめに入る前にですね、ちょっとお知らせです。で、今回の内容はですね、コストモンスターというですね、企業と自宅のコストをやっつけるっていうのをコンセプトに、あらゆるいはですね、分野のコストについてまとめたサイトにも記事として作成をしておりますので、もっと詳しく知りたいよっていうような方はですね、概要欄からチェックをお願いします。で、個別でですね、質問や相談があれば、LINE アカウントも下に用意をしておりますので、どんどんですねご、ご連絡をください。で、あとですね、いいねとチャンネル登録、感想などあれば でこれからも応援どうぞよろししくお願いいたしますではですね、以上がゴキブリの季節別の行動パターンと、それに合わせたですね、対策に関してでした。で、ゴキちゃんはですね、年々進化を続けて、私たちのですね、こう、戦いに挑んでくるわけなんですね。で、夏になる前からですね、戦いっていうのは始まっています。で、この準備期間にどれだけ先制パンチをですね、こう、噛ませるかがですね、このその後の戦いを有利に進める ことに繋がりますのでご自宅でですね悩んでいる方はもちろんですね飲食店などですねサービス業に従事される方っていうのはぜひ試してみてください特にですね飲食店とかであれば外注浮上業者にお願いすることっていうのもあるかと思うんですけれどもこのご時世ですね小さなところからあの経費削減をしていくことっていうのが経営を助ける一つの方法にもなりますのでなので自分たちでですねできるところっていうのは少しトライしてみてもいいかもしれませんごっきちゃんにですね悩まされている人のですねもう少しでも参考になってくれた すごく嬉しいなというふうに思いますそれではまた本日も最後までご覧いただきありがとうございます皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので少しでもお金になったようであったりとか応援していられっるという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録の方またいいねボタンの方よろしくお願いいたしますまたですねみんなのニュースなど取り上げてほしい話題ございましたらコメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう